こんにちは。今日はですね、なんと山梨県新府駅に来てます。なんとこの新府に武田信玄の埋蔵金伝説があります。その城に行ってきます。これですね、この新府城、ここに行きます。よし、またこの青春18切符を買ってしまいました。はい。あれ、うん、どっちだ、新府駅だから左か、こっちか。よし、行くぜ。よしよしよし。で、僕はですね、こういう戦国の歴史も好きなんですけど、こういう埋蔵金伝説のあるところか、そういうとこを探索するのも結構好きなんですよね。で、今までいろんな埋蔵金がある城とかね、行きましたね。いろいろ発掘とか。まあ、一回も見つかったことないですけどね。これは、山梨の、こう田舎の風景。いいですね。こういう、ね、自然の風景が、ね、うん。これは、まだ、ぶどう園かな。ね、そうですね。山梨といえば、ぶどうですからね。うん、よし。新府城。よし、うん。もう、この辺り、もう新府城ですね。ちょっと行きましょう。よし。それで、新府城というのは、長篠の合戦で、織田徳川に負けますよね。武田軍、武田勝頼が。そんで、まあ、甲斐に、また、逃げてきて、で、ここに新たな城を作ったんですよね。新府城っていう。うん、それがまだ未完成なんですよ。で、未完成のまま、織田軍が攻めてきたんで、放棄したんですね。こう火を放って、また撤退したんですけど、その時に埋蔵金を、どっか隠したらしいんですよね。うん。あ、これか？着いたな。ちょっと待って。あ、着きましたね。これ、新府城。よし、ちょっと登ってみましょう。すごい、こんなところに埋蔵金あるんですかね。よし、行ってみよう。よし。ここですね。うん。よし、行ってみましょうか。あ、結構急な斜面です。よし。あ、うん。あ、こんな感じなんだ。よいしょ。よいしょ。武田勝頼、築城の未完成の城。新府城。あ、真田丸でも来てるんですね。なかなか、うん、大きな城ですね。あ、ちょっと行ってみましょうか。よし。よいしょ。おー、こういう感じだ。ね、要は、武田信玄の四男、勝頼ですね。武田勝頼がこの城を作ったんです。もうほら、こういう人工的にね、もう作ってありますもんね、これだね。うん、よいしょ。ここだ。ここが本丸ですね。ということは、ここでもう武田勝頼が、まあいろいろ指揮したんですね、これね。ああ、なるほどね。うん、それで、まあどんどん、ね、織田軍が、この、武田の領地に、進行してくるわけなんですね。うん、それで、まあ、織田軍が来る前に、この城を焼き払って、まあ、小山田信繁がいる、その、岩殿城に逃げるんですけども、そこで裏切られるんですよね。小山田に。うん、うわ、すごい。すごいです。見てください。ああ。へえ。なるほど。その武田勝頼のこの風景を見てたってことですね。ああ。それで、武田勝頼は、どんどん味方に裏切られちゃうんだよね。いろんな。要は小山だって言ったら、武田24氏のね、武将なんですけど、それにも裏切られて、自分のいとこですよね。穴山梅雪ですか。武田信玄のお姉さんの子供、勝頼のいとこですね。いとこにも最後裏切られて、
味方がみんないなくなっちゃうんですよね、うん、それで最後あの織田軍に追い詰められて、あの天目山ってあります、天目山の戦いって有名な、そこまで追い詰められて最後自害ですよね。あれどっちだ、こっちか、二の丸行ってみましょうか。あれ、いや結構でかい城ですよこれ。あれ埋蔵金隠したってもわかんないなこれ。おお、よしよし、あれ埋蔵金つってもあれですね、これ草からないと無理ですよこれね。じゃあ諦めましょうかこれね。よし、今日見学しましょう、いろいろと。よいしょね、今本丸に戻ってきちゃいましたね。うん、いや結構あの一周が結構でかいですねこの城もね。うん、よし、武田家の家系図ありますよ、見てみましょう。ここですよ、ここは従来信虎がいて、で信玄ですよね、ここで勝頼、こんな感じですね。よし、これお賽銭しないと。よいしょ、じゃあ皆さん恒例のね、はい、みんな手を合わせてください。はいはい、入れ、よし、なんだこれ、乙女坂、なんだこれ、ちょっと怪しいですねこれね。おー、うん、まあやっぱり埋蔵金っていうのはもうね、ないもうないっすよ。うん、でもこの勝頼のね雰囲気をね味わいましょうよ、ちょっとね。ああ、なるほど、うん、なるほど、こんな感じですかね。よし、なんかすげえと起きちゃったなこれ。おっ、カラスだ。ああ、ここ西の丸かな。うん、ああ、ここは東側ですね。あ、すごい、うん、これ堀ですね。ああ今あちら本丸ですよね、うん、今登ってた山ですね。でこっちはなんか西の丸っていうんですかね、こっち側に今来てます。よいしょ、西出名前の門、これですね。すごい。よし。まあ、あの、解説読むと、向こう側にあの、東出構えで、右手にこう、西出構えっていうのがあったみたいですね。で、こっちで、要は、こう、織田軍が攻める前に、こう、ね、火を放ったんですよね。その、燃えた木のカスとかがね、見っかったらしいですね、そこで。これなんだ、これ、ブドウかな、なんだろう。あ、ブドウ食べたくなっちゃったな。僕、ブドウ好きなんですよね。ああ。よいしょ、よいしょ。あ、こういうのもう堀ですよね、こう。戦国時代の。ああ、すごいですね。でもな、こういう、ね、自然いいですね。ね。見えます？後ろの山とか、こういう。ね。ああ。まあ別に埋蔵っていうのは別に見つかなくてもいいですよ。やっぱりここにね、戦国時代の城に来て、かつてここで、ね、武田勝頼がいろいろ指揮をしたんですよね。まあそういうのを空想しながら歩くと面白いんですよね。うん、お、あ、来ましたぜ。ここ多分西の手かな？なんだここ。なるほどね。あ、いろいろ年表が書いてあるんだ。あ、はいはいはい。よし、ちょっとこっちに。こっちが新婦城の景観と行こう。うん、で、さっき、ここ本丸行きましたもんね。本丸行ってきて、馬出しも丸馬出しも行ってきて、二の丸行って、あれこんな綺麗じゃなかったね。草ぼうぼうだったもんね。なるほどね。今は、この、西堀？ここにいるんですね。西堀っつうのかな。ここね。よし。うわ、これだ、これ。これか。あー、すごいすごい。ほんと人工的に掘ってあるんです。
うん、すごい。これ西堀堀ですね。ああ。お、ちょっと案内板がある。ちょっと見て。あす、これか。うん、ですね、これ堀。ね、みんな掘ったんですよ、戦国時代に。おお。すごい。神父城、犬居門。ね、増形小口。あ、この調査したんですね、ここね。ああ。もうほんと戦国時代そのものですよ。ああ、すごいな、これ。うん。うん、ああ、なかなかすごいですよ、これ。うん、あれ、ここみんな来てもいいかもしれないですね。そんなに、まあ、あそこの本丸行く階段はきつかったけど、そんな長時間じゃないんで、うん。ね、ああいう、なんだっけ、滋賀の沢山城とかさ、あの、五谷城、あんなんじゃないんで、ね、ここ戦国を体験できますよ。うん、ここですね、犬居門。ここで、要はこれ、要は、最後、城に火を放ったんですよね。その時の燃えたカスとか、燃えた木の跡があります。発見されてます。うん、こういうのはほら、空堀ですよ。空堀の跡。ね。要はこう敵が攻めてきて、要はこう、すぐ行けないように、ね、こういう堀を作って、まあ上からね、敵が来たら攻撃すると。ね。まあ、そんなような感じですね。みんな、ね、逃げたんでしょうね。こう、あ、織田が来るから、早く逃げろっつって、こう城に火を放ってね。みんな逃げたんですよ。とりあえずね、これ山梨シリーズ。山梨シリーズ。第1弾。1弾。これ新富士を来ました。ね、山梨県いろいろ行ってみますんで。どうしようかな。これから、ちょっと甲府行きましょうか。甲府行って、甲府城かなんか見て。で、なんだ、もうお昼近いから、ほうとか。ほうと鍋食べましょうか。なんか、お昼から食べましょうよ。ね。よし。ちょっとここで一服休憩。やめてください、この大自然。ね。すごいっすね。いいっすね。よいしょ。ということでですね。じゃあ、新富城から次は甲府方面に行きます。うん、この新富の駅から新富城ですか。まあ、15分くらいですかね。だから、全然近いですね。うん、はい。ね、駅に着きました。ね、新婦。いや、本当に、もう田舎独特っすよね。よいしょ。無人駅です。よいしょ。おぉ。おぉ、すっげえ。うわぁ、田舎だね。なんかあの、ゴゴティの宣伝に出てきそうな駅ですね。よいしょ。これ、松本って書いてあるから、これ、長野行くんですね、これね。ね。長野県に行くんですよ、この電車は。すごいですね。よいしょ。来たー、電車。イェイ。はい。で、とりあえず電車は今来たんで、今回はこれで終わりです。ありがとうございます。